営業時間外でしまってるのに電気つけっぱなしなのは消しちゃわせるかな。欲しがってたジーンズよ。フットガイ人形が欲しいんだ。人形の箱サイズのプレゼントの中身が服だったら落ち込むくらい分かれそうなもんやけど、なんでそんなでかい箱にしたん。ずいぶんごゆっくりの休憩だ。でかい荷物には突っ込まず時間通りに持ち場につかないことに対して突っ込むの社畜すぎ。今夜は残業をしてくれたまえ。無理です、託児所に子供を迎えに。言い訳は無用だ、5時に退社して7時にまた戻ってきなさい。無慈悲。いや僕チャッキー、君の友達だ。この声ってもともと内蔵されてる機械が勝手に喋ってるのか、チャッキーのモノマネなのか気になる。それじゃ何、人形が自分で勝手にテレビをつけたって言うの。その通り。誰がこんな、もしもし。突然の電話でびっくりしちゃう、あるある探検隊。こんな高層階の家の窓がちょっとよくかかってくれて割れるのか、怖すぎ。ああ、みんな下がって。バスが行ってから気がつきましたみたいな感じやけど、これだけ人が集まったらさすがに降りる前に気がつくやろ。行こう。さあみんな引き上げるぞ。警察の皆さん、なんか態度悪くてくさ。寝てるジャッキかわいい。じゃあしっかりお勉強してね、アンディ。あんなことがあった翌日も休ませてもらえへんとか、帰れるのかしら、どんだけブラックやねん。あと日本とアメリカの文化の違いかもしれへんねんけど、学校にそんなでかい人形持ってていいん。おいチャッキー、何か喋れよ。いくらいから気味だからとはいえ、さっきまで大切にした人形よくそんな叩きつけられるな。何か言えたら。ハリホー、ハハハハ。チャッキーだけ持て帰ってやんかい。俺が刑事やったら証拠物件として念のために預かるけどな。何か言いなさいよチビスケ、ガラクタが。チャッキーに八つ当たりし始めるのほんまにくさ。恐る恐る覗いちゃう、あるある探検隊。チャッキー小さいのにどうやってエレベーターのボタン押したのか気になる。ジャッキーチェーンやったら飛び降りて捕まえそう。私の手に噛みついてアパートから走り去っていったわ。おやすみバークレーさん。ここほんと自由ある。なんで信じないの。僕は正気だからさ、頭も正常だ。話が通じなくて喧嘩しちゃう、あるある探検隊。さすがアマシア感情だ。早く俺をここから出せ。わしにはできん、忌まわしい男だからだ。天の道に背いたのだ。だとしてもなんでこの塔にいろいろ教えちゃったん。下手したらこの人が一番の先輩やぞ。客に大事なものの隠し場所を教えるとこういうことになるんだぜ。先輩以前にいろいろやらかしてた。映画の警備ガバガバ定期。アンディ、ちょっとチクッとするだけだからね。ここだけ見ると正義の味方ジャッキー。嫌な顔ね。ぶっ殺す。これは怒っていい。アンディ寄せ頼むよ。僕たちずっと友達だろ。意外と余裕ある言い方でくさ。アンディ、台所にある救急箱を取ってきていいわね。ちゃんと確認してないのにアンディを向かせるの危険すぎひん。よアンディ。ほら言わんこっちゃない。子供をよこせ。お前は助けてやるから。そんな取引応じるわけないよ。いやNHK の集計もこんな感じよな。触るなって言ったろ。あら完全に死んでるよ。フラグ回収。人形に魂を移しただけでめちゃくちゃ生命力アップするの謎。いや僕チャッキー、僕と遊ぶかい。ってことは人形に魂を移しからのグッドガイのセリフがチャッキー自身による白紙のモノマネってことで OK。最後までご視聴ありがとうございます。ここからは感想と考察です。1988年に公開されたチャイルドプレイシリーズの第1作目のこの作品。当時は持っている人形を捨てる子供が続出するなど社会現象にもなり、その後も1990年公開の続編チャイルドプレイ2を皮切り、今日まで続く大人気ホラー映画となりました。日本語吹き替え版は宣伝目的の俳優などは起用されず、豪華声優陣によって語られています。
チャッキー役にはドラゴンボールと天津飯役など知られる鈴木浩太さん、アンディ役にはちびまる子ちゃん、さくら小竹役など知られる佐々木優子さんが、カレン役にはワンピースのコピーなど知られる土井美香さんが、ノリス刑事役には北斗の拳のダガール役など知られるギャラ優作さんなどが起用されています。私はホラー映画が苦手なのですが、チャッキーだけなぜか見れます。個人的にはチャイルドプレイは社会に対する皮肉をホラー映画にしたものではないかと考えています。いくら自分が悪くなくても証拠がないあったとしても、それが相手が知らないものであったらそれは違う、頭がおかしいと否定する。うまく言えませんが、ある意味冤罪を超えてできるみたいな内容を皮肉って映画にした。私はそういう風に捉えました。例えばちょっとした揺れで花瓶が落ちて割れたとします。その横に誰かが立っていたら花瓶の持ち主はその人を責めるでしょう。人は一方向しか見てない、いや見れない、そういうメッセージ性があるのではないでしょうか。というわけで最後までご視聴ありがとうございます。良ければチャンネル登録高評価、ついでに SNS などでシェアしてもらえるとありがたいです。じゃあまたね。